阿弥神社は、茨城県稲敷郡阿弥町築来1366番地に、ある神社。明治初期までは、九州の田群の二宮として、二宮明神を称した。また、草殿二柱と合わせて、別説には、室崎神社及び、戸塚神社の二社と合わせて、築来三社とも呼ばれていた。阿弥町中郷にある同名の阿弥神社と共に、 演技式新名庁の日立国志野田軍に座の一社、阿弥神社の論者である。近代社格制度における社格は、旧建者。鳥居経済写真体は遠京である。広島神話に由緒を求める、大歴上、主催神を、広島大臣とする説もある。明治神社資料には、以下の経済者が記載されている。茨城県神社写真帳には、加えて、 夏季の一社が記載されている。山道から七箇所にわたって北西にのみ小道が分かれ、それぞれ石祠または石碑を祀るという特徴的な配置になっている。木造構造物としては、本殿及び拝殿のほか、境内の西側に、宝暦六年建立のかぐら殿が、東側に一軒車流れ作りの社殿がある。新鮮名小地市に、聖殿、拝殿、平殿、大杉の カグラデを臨時して整列し、スコブルはガンのビアリとあることから、この社殿は、大杉神社と考えられる。なお、旧霞ヶ浦神社の社殿は、当社ではなく、中号愛いよいよ神社の社地に保存されている。江戸時代までは9月3日から9日までを、祭日としていた。戦前の資料によれば、9月5日または10月5日に、関西及び岩田市、祭りを挙行していたほか、 正月7日に回避祭、4月に花賃祭、5月に田植え祭等を行っていた。現在の祭礼は下記の通り。創建の年代は不詳であるが、地区来は日立国風土器の篠田軍の城にある高木里の遺承地である。高木の里について語られる宮寺の大略は以下の通りである。この記事によれば、高木は広島大臣の当店の聖地である。 明治神社資料は、人代の霊地と表現している。古後の木には、幾の意味があり、日本国有志向は、高木を、高雪の意であるとしている。新編日立国史は、高間原より高これる意より出たるなりとしつつも、ただし別にぎあるべしと注釈している。また、軍号校に、安野村中盾抜き山というも、ありとあり、広と大臣が盾を脱いだことに由来する地名では、 ないかとしている。この、縦立山は、社殿の裏手にある丘陵のこととされている。同じ地名は、縦の縫い神社の社地にもある。日立国風土器には、広島神話にまつわる、社の存在は、示唆されていないが、以下の略により略された可能性もある。地区来を、高木里の異称地とすることには、新編日立国史以来、現代に至るまで一般に異論はない。 ただし、第二本地名辞書はこの通説を否定する、独自説を立て、その関連で式内の網神社を、中子愛宵を神社に否定している。広島大臣は、普通の音の類似性から、共通出身と同一神格とされることがある。いずれの資料も、広島大臣を祭る者という点は一致している。新編日立国史、神儀資料及び、稲敷郡郷土史は、単に、 広島大臣を祀るとだけ記している。その蘇生については、京津出身とも、竹見和知神ともされており、おたの類似性から離れて、豊吉入彦の命とする別説もある。ただし、当社が古くから剣を雷の男命を祀る、鹿島社であったという傍証がいくつかある。室崎神社の社殿では、上岸四年または、忍那三年、地倉井、阿弥神社の、愛との柱のうち、 アメノコ屋根の命を神託により、大室に分子したとしている。茨城県神社写真帳では、目黒ルの戸塚神社への共通主神の分子も、また、同時期に行われたものとしている。この神託による分子を、広島信仰から鹿島信仰への変化と見ることも、できる。軍合校に、高木祠らの記述として、蒼天三神にて竹来三者と称すとあり、 古くは三柱を祀ることから、畜来三社の章があった。茨城県神社写真庁の記述は、畜来三社を高木祠らの別章とする、群号校の記述と異なり、大室社と挟ま土社を合わせた三社の総称と解するものになっている。群号校には、また一年村中神成という地の荒橋場見を開墾するとて、見合いの後の祖籍現存セルを見てそのことを、 マカリムカタリという雷の名に呼んどころは、竹見一ず雨のメ屋根のの二神ともごに、廃災シニにともあり、村内の雷という鉱物に、神社の祖先が発見されたことから、広島大臣は当社に、県を雷の男命はその、雷の地に、雨の小屋根の命はまた別の地に祀られていたのでは、ないかとしている。高木祠の他に二つの社があり、 これを合詞して愛との見柱になったとすれば、畜来三社の別称も、ごく自然なものになる。畜来三社の総称は、日立国風土器の郝島郡の城にある、郝島の大神に類似した構図であり、少なくとも神託による、分子以後においては、当社は天の大神社に相当する位置づけだった。当社と、室崎神社を結ぶと、延長線上に、挟ま土城市の大地があり、 戸塚神社に至る。この三社は、社殿の向きに至るまで整然とした配置になっている。高島の大臣の認識は、縁起式神明朝の頃には交代し、中世以降は、東国三社のくくりが優勢になる。古来の高島の大臣の見柱を鹿島神として祀る社は、茨城県内では、地倉阿弥神社のほか、柏田神社、高浜神社、 もみ山の神社等にしか残っていない。日立里さ社文書の最後の記録にあたる自称3年5月付の日立国総社造営中門案に、ヘッツイトの一優三権の造営役として、三村竹来社の名がある。三村とは、一般に、城代筑波軍、三村号に否定される筑波市小田付近の故障とされている。同じく、日立ち社文書の文法2年5月4日の小田。 貞宗受け文に、筑波社三村号文、全部造営の霊校とあり、三村武来社の名は消えている。最初の社伝党注文書に列記されている、筑波社、吉田社、佐藤社、生徒社、稲田社、大国玉の社は、館内文社ではなく、本宮を指すため、三村武来社は、日立国を代表する、式内諸社に併称される、大こその扱いとなっている。ただし、 三村武来社とは、元宮だけ来社が別にあることを前提とした、故障であるから、この社だけは分社であったと考えられる。この大社については、強行傾社といえる社はなく、周辺に、高くに通じる地名もない。鎌倉時代の三村号には、三村三世霊院極楽寺という有力な寺院があったが、現在は、痕跡も、まばらにしか残っていない。この寺院群に、 三村竹来者が含まれていた可能性がある。日立里市社文書は、少なくとも、同時期には、竹来社または、地倉神というくくりが存在したことを示している。これを、二宮明治によりも古い故障として、竹来社があったという事実を称する文献資料と、捉えることもできる。近世においては、篠田軍域で、 縦の縫い神社に次ぐ格式の社として、二の宮明神を称し、篠田郡聖藩の四十五家村の僧者となった。平和元年の篠田将、上上寺社愚僧東言上には、すでに、中安粛、木原、地倉両社社将内第一の僧病なりとある。この二社は、広島神話の聖地として、演技式神明朝の篠田郡二座の否定者として、篠田郡における一宮二宮として、 さらに近代社格制度における、旧権者として、二者一大敵とも言える来歴を持っている。元禄四年二月本殿造流の棟札が現存している。三権者流れ作りの本殿は、阿町域では、最古の建造物である。法暦六年、後に、神楽殿となる神宮寺が造流された。江戸時代に、中子はいよいよ神社。 立の古志熊の権限と式内の網神社をめぐって論争を行った。明治神社資料は、当社名最長をはじめ、二十八社校、神儀資料または、特選神明庁等のごときは当社をもって、式の篠田軍、網神社とす、しかるに、軍合校、式社校等これと見解をことにし、式社校、地名辞書のごとき、網村の網神社をもって、式の網神社とせり、 言て記るしてあと、考えを待つとしている。なお、地倉と阿は、共に、和名類受賞の高木里と、あいよいよ里に由来する古い地名であり、かつ、明治の町村制においても竹来村と、阿村で分かれた程度には、文化圏をことにする地域だった。明治6年10月、篠田郡一宮の縦の縫い神社と共に、近代社格制度において県社に、列格し、 地区来を中心とした八家村の鎮守となった。また、この時に社名を、阿弥神社に改称した。社名碑に、県社演技式内にのみや阿弥神社、鹿島神宮大宮寺法納の,の拝殿変学に、県社、阿弥神社とある。旧県社は、茨城県内においては16社しかなく、日立国の式内商社としては、篠田軍2社のみが、列格している。両社は、 他の地域の旧憩者に比べると知名度は低く、観光地としての要素は絶無に近い。その来歴にふさわしい重厚な樹草及び社殿を、要しつつも、現代に至るまで性質な空間を保存し続けている。昭和52年、樹草が阿町指定天然記念物となる。昭和57年、社地が茨城県指定緑地環境保全地域となる。本殿の裏には、 巨木が立っている。樹草に対し、裏手の竹林は荒れていることがある。社地は霞ヶ浦に向いた絶上大地にあり、社殿の周辺から伸びる小道はいずれも急速な下りになっている。社殿裏の奥部は中世の竹雷館跡であり、西方に縄文中期の近田な海図か南方の竹雷中学校一帯を含む地域には竹雷遺跡がある。 ありがとうございます。